聞こえてくるけど誰でも耳を貸そうとしないのどうして通り過ぎる。ようこそ。はい。MC のアモンですね。はい。オラコモスタイストドスマリサです。よろしくお願いします。今スペイン語です。私あのお父さんがスペイン人なのでスペイン語喋ります。はい。たまにちょこちょこ出てくると思うんで。はい、この番組はですね、はい、ニコニコ動画、ユーストリーム TV、DNN.com で生放送してますんで、はい、最後まで楽しんでってください。はい、ネットにて生放送です。はい、生ライブ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは。そうですね。はい。じゃあ CM ですか ?CM 行きますか CM 入りました。はい。じゃあ CM どうぞ。常に自分の答えを求めて貪欲なフライが知らない世界を未知の世界を感じた先には Oh yeah My soulあふれ出すただ行くしたのだけじゃ何も俺なら始まんない My soul only wire 目覚め出す今刻みつけよう魂響かせながらOh, oh, yeah. うまくいかなくて自分を許せなくていつも焦ってばかりいたやがて知ってゆく誰もが同じことで悩み進んでくことOh yeah, my soul, only wire 溢れ出す今ここに生きてる情熱もやし続ける My soul, only wire 目覚め出す全て乗り越えてゆく恐ろしい震わせながら Oh yeah, my soul, only fire 溢れ出すただ息してるだけじゃ何も売られ始まんない My soul only wire 目覚め出す今刻みつけよう魂響かせながら Oh, oh, yeah
分に気づく憧れた素直な生き方感情に蓋したまま後ろでこれで踊ってます。そうそう。まあ、あれ、これ踊るとこありましたっけ？ついつい乗ってしまいましたね。何でも踊っちゃう。いやでも乗っていただけたら嬉しいです。はい。もう聞き惚れてましたから。あ、 ありがとうございます。はい、ちなみに、はい、ゆうなさん今後の予定、ライブスケジュールとかなんかあれば。はい、聞きたい、皆さん絶対聞きたいです。はい、あります。一番近いのから言っていくと、今日、6時から。お、今日。はい。はい。仕事詰め詰めじゃないですか。そう、たまたまこういうことになってしまいました。はい、はい。ね、たまには年末に行くのもいいかなと。はい。はい。亀戸の柳っていうライブハウスで、6時から歌わせていただきます。はい。はい。あと、ですね、1月8日に、はい。渋谷のエンソフ東京っていうところで、はい。またライブさせていただいて、また2月、3月といろいろね、渋谷とかいろいろ決まってるんですけど、なるほど、またそれはブログの方にアップさせていただきたいと。どうやって調べればゆなさんのこと知れますか？皆さんは。このムーパル、ムーパルのサイトに載ってます。はい、あ、アメブロに行くようにとか、ブログに行くようになる、リンクされるように。はい。私のプロフィールが載っていて、はいはいはい、そこにブログの URL も載せていただいているので、なるほどなるほど、はい、
わかります。そこからお願いします。わかりました、うん、皆さんチェックしてみよう、はい、ムーパルで検索したらね、あの出てくるんで簡単に飛べると思いますよ、はい、私も裏行ったらすぐ調べますよ、ねね、うん、あぜひぜひお願いします。早速調べますよ、はい、はいね、はい、もう最後の1曲になって、そうなんです。次の曲ってどんな企画ですか。うん、聞いちゃうんですか。ちょっとね、聞いちゃうんですか。予告編みたいな。予告編で。はい、さっきの曲はオリジナルだったんですけど、うん、はい、次の曲は今日はね、もうすぐクリスマスなんで、うん、ちょっとクリスマスソングを選びました。あ、いいですね。はい、また踊っちゃおうかな、私も。あ、もう次は踊ってください。本当はもうここにいて後ろで踊りたいぐらいなんですよ、ね。いや、本当は踊っていただきたい。すごいもうお花があってかっこいいんで、踊っていただきたいぐらいですね。皆さん結構スカッとしてますけどね、今の。いや、でも心の中は多分めっちゃ熱いと思います。大丈夫ですか、はい、はい。多分踊ってくださると思っています。お、かなりプレッシャーですけど、振られましたけど、ね、皆さん大丈夫ですか。言い過ぎちゃった。オールスタンディングだ。わかりました。じゃあ楽しみにしましょう。はい。じゃあ最後の曲お願いします。光る空は息を巻いて、何も言わず消えて明日を裏切る。ただ呆然とした何も変わらない、罪のまま足を踏み入れたのは誰かの脅威。薄れてく、壊れてく、誰かを奪って、世界はこうして汚れてゆく。焼き付いて、苦しめて、この闇だけにすがって、僕は叫ぶ、たった一つの真実を抱いて。ありふれてるあれもこれもそれに似ていて、知らないふりして通り過ぎる。今は当然とした僕は変わらない、罪のまま足を踏み入れたのは確かな脅威。忘れてく、壊れてく、誰かを奪って、世界はこうして汚れてゆく。焼き付いて、苦しめて、この闇だけにすがって、僕は叫ぶ、たった一つの真実を抱いて。壊れてく、誰かを奪って、世界はこうして汚れてゆく。焼き付いて、苦しめて、この闇だけにすがって、僕は叫ぶ、たった一つの真実を抱いて。ありがとうございました。どうしたの、浮かない顔して、どうして君は僕のそばにいてくれるの。いつだって聞きたい言葉は風に巻かれて、いつも聞こえない。無理しちゃうんだ、
ねえずっと知っていたの、出会う前の心に隠したたくさんの傷や舌、特別じゃないだけど、誰にもできないこと、きっと君はたやすく乗り越えてく。泣きたいくらい嬉しいんだ、恥ずかしくて言えないけど、きっと君は僕の してる。まばたきしているこの瞬間、本物だよ。特別じゃないだけど、誰にもできないこと、すっと君はたやすく乗り越えてく。泣きたいくらい死んだ、恥ずかしくて言えないけど、きっと君は僕の神様だから。ありがとうございました。ガラッとまた変わって ね、いつも歌わない曲なので。あ、そうなんだ、はい、緊張しました。緊張してる感じあんまりないですけど、緊張してます、はい、なるほど、はい、なんか予定とかあります、はい、すごくたくさんあるので開始満点にします、はい、12月開始まなくてもいいですよ。時間たっぷりあるんでね。あ、うん、はい、次のもう明後日なんですけど、うん、12月20日に新大久保のクラブボイスという場所であるんですが、はい、いつも私アニソンイベントに出ていて、はい、自分のオリジナルやりながらアニソンのカバーも半分半分ぐらいでやってて、まあ、そういうイベントなんですけども、はい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 、それにまず一本出るのと、うん、次それが明後日なんですよね。それが明後日の12月20日です、はいはい、でそれまた日が近いんですけど、12月22日に今度はアニソンのバンドさんに参加して、はい、ソロじゃなくてバンドで出るんですけど、いろいろやりますね。そうなんです、すみません、はい、で12月22日に今度バンド形態でアニソンのカバーのみでやるライブがあって、はい、それのゲストさんがなんかワンピースの We Are とか歌ってる北谷博さんっていう方がいるんですけど、すごい方なんじゃないですか、がゲストでいらっしゃる大きいイベントなので、はい、興味があれば来ていただければなと、そうですよね、ぜひ遊びに来て、ね、はい、思います、はい、で、まあ、たくさんちょっと予定があるんですけど、うん、それはちょっとまたブログを見ていただけたらなと、うん、今ね載ってますけども ね、はい、で、はい、せっかくちょっとインターネットで流しているので、うん、ちょっと告知したいんですけど、はい、来年の2月の4日に台湾でライブをすることに、うん、台湾、はい、なりまして、海外デビューなんだもう台湾の今度アニメソングイベントに呼んでいただいて、そこでまたライブをすることになりまして、すごいじゃないですか。また詳しくはブログで告知をしますので、うん、もし興味があればチェック
していただけたらなと。台湾まで行っちゃうぞっていう、はい、でもしそういうそっちの方が見てたら、ね、すごくチェックしてもらえたら嬉しいなとか思ったり、ね、はい、なるほど、グローバルに活動してますけども、ちょっとたくさんやってます今、はい、応援してます、ありがとうございます、頑張ってください、はい、心のドアを叩いた君の手、強く握りしめたら、わずかな光も遠い明日も近づいているように感じるから、どれだけ大きな愛で包んだらぬくもりを返せるの、出会えた偶然を運命と呼ぼう、話したりはしないから、二人が紡いできた道は光で満ち溢れているから、変わらない優しさを抱いて、綺麗な未来描いてゆこう、君と繋ぐこの手を、話はしない、僕らが歩いてるのは永遠に続く光、もう何も言わずその手を引き寄せて、ほらいつまでも君の隣で愛を感じて、続くよずっと、この輝きは君がくれたもの、他には変えられない、確かに響いた胸の鼓動は今でも変わらないから、ああ二人が紡いできた道は誰にも止められはしないから、変わらない愛しさを抱いて、確かな未来描いてゆこう、ああ君の笑顔を見せてよ、僕のそばで二人が見つけたものは永遠に続く光、もう何も言わずその手を引き寄せて、ほらいつまでも確かな未来誓い続けよう、響くよずっと、あれから僕ら数えきれない時を重ね生きてきたけど、僕らの形は変わらない、生まれる未来愛し続けよう、ああ君と繋ぐこの手を、話はしない、僕らが歩いてるのは永遠に続く光、もう何も言わずその手を引き寄せて、ほらいつまでも君の隣で愛を感じて、
くよ。ずっと ありがとうございます。はい、どうもです、はい、大地さん。大丈夫ですか？生き返った感じですか？鼻水出ました。鼻水出た。今の曲は光っていう曲ですね。はい、光ですね。なんか、はい、はい。なんかもう、本当はもっと皆さんのもとに光を届けたかったんですけど。うん、届いてますよ。ちょっと、あの、ちょっと。足りなかった。遠くまで行かなかった。はい、暗い光みたいな感じ。すいません。届いてましたよね。届いてますよね、皆さん。どうですか？ほら、あだすあだす、優しい、ほら、ほら、優しい。お友達ですよね？いや、知らないです。友達だから言ってくれたのかなと思っちゃって。なるほどね。はい。うん、はい、そんな大地さんはなんかちょっとこれからの告知とかライブあるよ的なことはあるんですか？そうですね。はい、ライブの方はちょっと未定なんですけども、はい、ちょっとブログの方をやっていまして、うん、今下に出てるんですけども、はい、あれはアノエヴァで、ごめんなさい、私ね漢字があんまり読めないんだけど、何っこの日語、日語、日語っ子の自由帳で検索、はい、っていう検索するとアノエヴァで、日語っ子の自由帳っていうあれで検索するの、はい、そうです。面白いですね。これ絶対トップに出てきますよね、そうしたらね。多分出てくる。誰もいないで。他にね、もっと出てきたら嫌ですよね。どんだけいるんだって感じになっちゃいます。一応熊本なんで、熊本の昔の呼び方なんですよ、はい、肥後って。あ、そうなんだ。日の国梅みたいな。肥後っ子。はい、肥後っ子。ああ、いいですね。肥後っ子なんだよね、じゃあね。なるほどね。ブログにはどんなこと書いてるんですか、いつも。プライベートのことなど、ライブ告知なんですけど、赤裸々に。赤裸々に。赤裸々に。じゃあ生の、大地が見れる。そうですね。そう、あ、すいません、めっちゃ羽織った。ないですよ、いいですよ、いいですよ。そうですね、うん、はい。どっちかで。見たいですよね、皆さんね、生な、大地さんが。ちょっと聞いてて。友達友達、はい、乗って乗ってラッパーです。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、次、最後のラストの曲になっちゃいますが。そうですね。大丈夫ですか、お水飲んどきますか？飲んでいいですか？はい、もう、ちょっとしかないんで、終わらせてください、それ。もう3回ぐらいね、もう5回ぐらい回ってもらって、はい、大丈夫かな、もうお水もね、あ、もう飲み切っちゃったんで、そろそろここら辺で、はい、買ってきてもらおうかなみたいな。わかりました、はい、裏で用意しておきますので、ね、はい、お水のために、はい、最後ですね。はい、聞いてください、お願いします。はい、どうぞ。最後の曲なんですけど、皆さんぜひレッツショーツギターという曲で皆さんで盛り上げていく曲なので、最後手を叩いて皆さんで盛り上がっていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。第一でラストソング Let's Show Together、 これはね本当に先ほど見ましたね、あ、ありがとうございます。チラホラとさすがです。こんな感じで皆さんでイエーイと歌うとこもあるんで、ぜひみんなで最後盛り上がっていきましょう。第一で Let's Show Together。 雲さあ両手を上げて音鳴らそう、さあ自分だけのリズム刻む、その笑顔が好きだよ、もっと手を高く突き抜けて日々。 Everybody say Yeah! Oh, 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 yeah, yeah. せーの Yeah! いい感じ。雲の影が僕ら優しく包み込んでゆくよ、どんな悲しみさえも乗り越えてゆけるはずだから。昨日流した涙がきっと今日を輝かせるから、一つ一つに意味があるはず、進んでゆく道。さあ両手を上げて音鳴らそう、もう割り気にせず自分らしく、その笑顔が好きだよ、もっと手を高く空響き。 Everybody say Yeah! Oh, oh, もう一回3、はい、Yeah! こんな感じでまた来ますので、周りの目ばかりを気にしてまた見ないふりをして、本当の自分さえも
忘れかけていた、忘れてた。鏡に映る嘘の自分にさよならを告げよう。今自信を持って歩き出せるよ、少しずつでいいの。これが正しい道とわからず不安になってしまうけれど、ここに置いて行けない。それぞれの光手に入れて走り出して、おおおおおおせのごさん、はい、もういいかい、おおおおお、まだ来ます、せーの、いい感じ。ありがとうございます。最後皆さんで拍手盛り上がっていきましょう。今日もクラップです、今日も、はい、レッツゴー。さあ両手を上げて音鳴らそう、自分だけのリズム刻もう、その笑顔が好きだよ、もっと手を高く突き抜けていきたい。両手を上げて音鳴らそう、のんばり気にせず自分らしく、その笑顔が好きだよ、もっと手を高く、あの空響き、Everybody say! Oh, 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 もう一回、Say! あら、まだまだ、せーの、さあ、はい！ Oh, 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 ラスト！ ありがとう！ありがとうございます。会場を救い上げてくれた皆さんにもう一度お客さん第一でした。ありがとうございます。どうして二人は出会いを止めるの、すべて忘れ、おおおお、この胸の想い今も変わらない、時は流れ今、ああ見つめてくれ、夜に奪われて、描いた夢なら手に入れたはずさ、そばにおいで今、ああ感じてくれ、夜に砕かれて、今二人だけで悲しみも苦しみも乗り越えて、今二人だけは儚くて切なくて、今も夜に砕かれて、今二人だけで悲しみも苦しみも乗り越えて、今二人だけは叶わない現実も受け止めて、今二人だけは
二人だけで何もかも奪われて今ここに今二人だけで儚くて切なくて今も次の曲、赤い光の中で青い星だけを探して。赤い光だけ全部集めてた僕は看護の中、大切な人は赤い光の中で取り残されていた。まやかしの夜でも全て捨てるさ。当てなく歩いた僕はもう明日を占っていたよ。どうして気持ち揺らすの、空回りしただけ。鳩のようにすすり泣いて確かめ合おう。僕があなたを愛しいと思っても心乱れてまたこの場所に戻っている。光の中で取り残されていた。あやかしの夜だとしても体預けて僕があなたを愛しいと思っても心乱れてまたこの場所に戻っている。きっと心はあなたの中に咲き乱れて僕はこの空を青い方
しで埋め尽くすだろう。に大きな拍手あげてください。ありがとうございます。はい、3曲、はい、ね、歌ってもらいましたけども、4曲ね。あ、今のね、MC の後のね、3曲ね、はい。はい。なんかこれからの告知とか聞いてもいいですか？はいはい。はい。ですね、次のライブが12月24日。12月イブ。イブ、クリスマスイブですね。アモンさんはじゃあイブの予定はじゃあライブ。ライブですね。ということで。イブにライブ。イブにライブで。いいじゃないですか。はい。ね、新宿の、はい、ルイード警報っていうところなんですけど。わかります、わかります、うん。で、ジョイポップスクランブルっていうこれイベントで。はいはいはい。まぁ、あ、ちょっと他局なんだけど、スカパーとかでね。はい。放送するんですよ。はい。ライブのシーンを。あ、そうなんですね。はい、はい、はいはいはい。12月24日。うん、まぁ、あ、ちょっと出順とかまだ出てないんですけど。はい。ブログですね。ブログとホームページ。はい、出てます。チェックしていただいて。はい。随時載せますんで。なるほど。ぜひぜひ遊びに来てください。そうですね。はい。アモンさんファンが今ね、ここにいらっしゃいますけども。ありがとうございます。私もついでにアモンさんファンでなりましたので。オッケー。オッケーでね。はい。リーサちゃん。うん。実はね、ビフォーっていうダンス、ボーカル。そうなんです。のメンバーなんですよ。そうなんですよ。メンバーというか、ダンスボーカルユニット4人組女の子、美女一応4人組って言っておこうかな。はい。というか、その B4 というですね、チームの、ユニットのリーダーを、務めてまして、すごい。まあ、それで先月11月11日に、赤坂ブリッツで、まあ、ちょっと大きい舞台だったんですけども、いいですね、はいはい、そこで、はい、ちょっとライブをやらせてもらいまして、あ、その時のなんかあんの？はい！そうなんです。ありがとうございます。その振りを。ありがとうございます。その時のちょっと映像があるので、見たい見たい。ぜひぜひお願いします。はい、Before の Come Back to Me Again です。ぜひ見てください。どうぞ。どうぞ。ボーカルダンス、ええ、ダンスボーカルユニット、Before なんですけど、皆さん名前覚えて書いてほしいなと思うんですけど、はい、そんな私たち Before がですね、ええ、12月30日に、六本木の毛布東京で、ライブをやらせていただきます。12月30日。はい。今年ですね。そうですね、ええ。はい。来年ではないです。ええ、でですね、まぁ、あ、ちょっと今年締めのライブということで、かなり気合い入れて4人ともね、今みんなボーカルに、ダンスにリハーサルしてますので、ええ、ぜひ来てほしいと思います。時間帯も夜の時間帯で、まぁ、あ、その時は皆さんの冬休みかな？お仕事ないと思うので、うん、もしよかったら来てもらいたいなと思っています。はい。はい。で、下に書いてあります、ブログの Before Official ブログっていうのがあるので、それを見てもらえれば、まあ、さっきの大地さんじゃないですけど、ね、Before の4人と赤裸々な、生な感じが載ってますので、ぜひ、はい、チェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、はい、ね。はい。4組来ていただいたんですけど、はい、ちょっと一人ずつね。そうですね。ユナさんから。ユナさんから。簡単に、はい、どうでした？今日は。
すごい楽しかったです。あ、マジですか。はい。なんかいつもと違ってやっぱりカメラがあるっていうのは楽しいですね。そうですね。はい、あのテンション上がりますよね。テンション上がりますね。はい。こんなにいろんなところから攻められると、はい、ね、嬉しいですよね。嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ奥田さん、はい、どうですか。ありがとうございます。いつもライブで歌わない曲が歌える機会だったので、うん、すごく。今日あってよかったなと思います。そうですね、はいはい、その日頃聴けない曲を聴けた私たちもよかったと思います。そう思っていただけると、はい、応援してますので、ありがとうございます。これからも頑張ってください、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ大地さん、お水は大丈夫ですか、はい、お水は大丈夫です ですか、はい、回っといた方がいい。さっき、はい、回ってきます。最後なんで今ほら、いやまあ、今あれだからちょっとね、はい、落ち着いた感じで話させてあげよう。大丈夫、はい、今日はMC の2人に責められて、うん、俺責めてない。嬉しいでしょ。嬉しいです。嬉しいでしょ、はい。まあ、これからのなんかね、はい、あのブログを見てもらうっていうのと、そうですね、何か一言あればこれからの、まあ、抱負じゃないですけど来年はこうしたいとかあれば。あ、来年はそうですね、もっと牛乳飲んで身長を伸ばしたいと思います。こういう感じになりたいですかね。そんな感じです。わかりました。応援してま す、はい、ます。そっちの方では、はい、はい。じゃあモンさん、ね、じゃあ二人に、はい、はい、やっぱりミュージシャンなんで、そうですよね、司会もいいですけど、はい、毎回歌ってもいいかな。うんうん、ぜひぜひそうしてください。じゃあ私が言うのもなんなんですが、はい、これからよろしくお願いします、ね、はい、よろしくお願いします、はい、皆さんありがとうございました、はい、今日は大きな拍手を、はい、はい、ありがとうございました。ルーパルミュージックライブでした。さよなら、はい、良いお年を。バイバイ、チャオ、はい。